さんこんばんは。ずいぶん間が空きましたが、地球防衛軍5の続きです。敵が近く、突撃だ！頼むしてください。アンカーはシールドベアラーに守られている。頼む。中途半端な攻撃は通じないぞ。突撃して、一気に叩き潰せ。ブリブリパン、突入する。目標はあの山の上だ。光の壁に突っ込めた。ブリブリパンの援護がある。恐れるな。一気に山を駆け上がるぞ。空から怪物が来るぞ。飛行型だ。足を止めるな。掴めた。打ち抜け。隊長、しっかりしてください。ダメだ、ダメだ。敵が多すぎて進めない。無人不安です。なんとか進まなければ。くそ、グリムリーパーがいてこのざまか。一発で仕留めてやる。オーケー、まだ射程外だ。オーケー、射程外から撃つ。俺がなんとか。輸送機よりエアレンジャー、ビーグルの降下作業を指示せよ。あとに来てるぜ。問題ない。生き残ってやるぜ。近づくぞ。ビーグル投下。破壊したか。
着陸しろ。やった。突入させる。ダイバー1突入。ダイバー2突入。ダイバー3突入。ウィングダイバー敵を蹴散らせ。ウィングダイバーが援護に向かった。合流しろ。
状を確認。確認。これより投下する。頑張れよ。
私は神を探しています。何の話だ。インドの神話にこんな記述があります。空から卵型の船が現れ、中から神が降臨したと。卵型の船から神が。それはどうした。卵型の船に乗った神、それはおそらくエイリアンです。しかも王や皇帝のような存在だと考えられます。もしそのものを倒すことができれば。それは君個人の見解のようだな。世界中の神話に共通して登場するのです。空から降りてくる宇宙卵が、卵から現れた神が人々に文明を授けたと。我々は軍人だ。想像ではなく現実に戦う。多くの兵士が今も戦場にいることを忘れるな。分かっています。ですが信じたい、信じたいのです。戦況は絶望的。でも卵型の船を破壊すれば人類は勝てる。分かった。希望は必要だ。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。